アナスタシア戦争は、東ローマ帝国とサーサーアン朝の間で502年から506年にかけて争われた戦争である。この戦争は、北方からの侵略に対するコーカサスの要塞の維持のためのサーサーアン朝への補助金の支出を、東ローマ帝国が拒んだことが主な原因となって発生した。これは440年以降における、両国間の最初の主要な紛争であり、 次の世紀にわたって続いた二つの帝国間の長期にわたる一連の破壊的な武力衝突の序章となった。いくつかの要因が東ローマ帝国とサーサーアン朝がこれまで享受してきた最も長期間にわたった平和の終焉の根底にあった。サーサーアン朝の大カワード一世は498年に 王位を取り戻した際に協力を得たエフタルに対する負債を返済するために資金が必要であった。また、メソポタミア南部のチグリス川下流の流れの変化、さらに基金と洪水の発生と増加によって状況が悪化していた。さらに、以前より北方からの侵略に対するコーカサスの防衛を維持するために、東ローマ帝国がサーサーアンアサイ補助金を支払っていたものの、 サーサーン朝の補助金の支払いの要請に対し、東ローマ皇帝アナスタシウス一世は補助金の支払いを拒否していた。これらの状況がカワード一世に力づくで補助金を手に入れさせようとする動機を与えることになった。502年、カワード一世は防御体制が整っていなかった東ローマ帝国のテオドシオポリスをおそらくは都市住民の支援を得て迅速に占領した。 都市は軍隊による援護を受けておらず、要塞の防御は弱いものであった。ペルシア軍はマルキロポリスも同年に占領した。その後、カワード一世は502年から503年の秋から、冬にかけて、要塞都市の阿弥陀を3ヶ月にわたる、包囲の末に占領したが、阿弥陀側にとっては軍隊による援護を受けていない、中での包囲戦であった。多くの人々、特に阿弥陀の住民は、 ペルシアのパールスとフーゼスターン、そしてとりわけ新しく建設された都市のアルダジャーンへ強制的に移住されられた。503年には多くの戦闘が発生したものの、決着がつくには至らなかった。カワード一世がオスロイネへ侵攻し、エデッサを包囲している間に、東ローマ軍はサーサーン・アサが支配するアミダの攻略を試みたものの、失敗に終わった。 一方のサーサーアン長もエデスサの攻略には失敗した。しかしながら、歴史家のピーター・ヘザーは、防御側のペルシア軍が、東ローマ軍に対して決定的な勝利を収めたと主張している。4万人の東ローマ軍は、後のユスティニアヌス一世が、旧ローマ帝国領の再制服活動中に、動員した、どの軍隊よりも規模が大きく、 西ビストへデッサへ攻撃を試みたものの、すべての前線において敗北を喫することになった。504年、最終的に東ローマ帝国は阿弥陀に対する新たな包囲によって優位に立ち、後に阿弥陀の返還へとつながった。同じ年にコーカサスから粉属によるアルメニアへの侵攻が発生し、結果として両国間で急戦が合意された。 両国の間で交渉が行われたものの、506年には、配信を疑った東ローマ側が、ペルシア側の役人を拘束するほど不信感は根強かった。拘束された役人は釈放され、ペルシア人は西ビスに泊まることを望んだ。506年11月、条約が最終的に合意されたものの、条約に記された内容についてはほとんどわかっていない。 東ローマ帝国の歴史家のプロコピオスは、7年間の和平が合意されたと述べており、サーサーアン・アサに対して、いくらかの財貨の支払いが行われた可能性が高い。サーサーアン・アサは占領した東ローマ帝国の領土を維持せず、毎年の再兵の支払いも行われなかったため、平和条約は東ローマ帝国にとって厳しい内容のものではなかったと見られている。 500年の時点における東ローマ帝国とサーサーン・アサ及び周辺地域の地図、近隣諸国の多くは両大国間の戦争に巻き込まれた。東ローマ帝国の将軍たちは国境近辺に主要な軍事拠点が不足していることにこの戦争における困難の多くの原因を追わせた。西ビスはサーサーン・アサにとって同様の軍事拠点の役割を果たしていた。 そのため、505年にアナスタシウス一世は、ダラに巨大な要塞都市の建設を命じた。エデッサ、バトナエ、そしてアミダの老朽化した要塞も改修された。アナスタシウス一世の治世中にこれ以上大規模な紛争は発生しなかったものの、ダラでの建設作業が続いている間は特に緊張が続いた。この建設計画は、東ローマ帝国の防衛にとって、 重要な構成要素となったが、双方の帝国間で、国境地帯に新たな要塞を建設しないという422年の平和条約に違反しているとして、ペルシア側が不満を漏らし、論争が続く原因となった。しかしながら、アナスタシウス一世は、この計画を遂行し、カワード一世の不満を、財下の支払いによってそらした。いずれにせよ、 ペルシア人はこの行為を阻止することができず、要塞は507年か508年に完成を見た。ありがとうございます。